実験が終了しました。ここでさらにボタンを押すと、プログラムは自動で閉じます。このメッセージにある通り、デスクトップに結果のファイルができていることがわかります。このファイルをメールに添付して実験者に送ってください。その際、メールはこれまでの返信ではなく、新しいものを作成してください。このファイルはドラッグ&ドロップでメールに添付できます。件名は被験者番号を入れてください。これで先導をして、実験は完了です。